ではですね、体幹ひねりをドリブルで最も実感するドリブルの種類、これをちょっと解説したいと思います。で、友のカットドリブルの動画の中でアウトインをやってますよね。で、その後に、足裏を使って内側に転がす、外側に転がすってなってますよね。内転がし、外転がしっていうんですけども、ちょっと後ろから下がってやってみて、ここね、内外、内外、これ体幹ひねり使ってるんですね。で、じゃあまず内転がしで止まってみて、その時に腕の重さも使いながら、腕の重さも使いながら、そうね、この動き、これで体幹をひねるのをやってみてください。体幹ひねりを生かして。で、体幹ひねりの解説動画の中でやりましたよね。ちょっと落ち着いて、はい、よいよいよ、ボール出していいか。で、体幹ひねりの中でこっちに動かしましたよね。だからつられて足もこういうふうに動くっていうことの動作なので、こう来た時に足がこの辺にあるわけですね。じゃあボール、ボール、足がいいんで、じゃあ足裏を持ってて、足裏、そうそう、やってるときに、左手をぐっと動かして、遅れてこう伸びる。これ、スピード速いですよ、実際にやると。ちょっとやってみて。ちょっと腕の重さもブラブラです。ごめんなさい、ちょっと風邪気味なんでね、こうなっちゃうんですけど。腕の重さをもし実感するんだったら、腕を水平にこう振るような感じで、ちょっとやってみて。そう、腕の重さを水平に、今あまり最近ともはこれもうこの状態でも腕の重さ使っちゃってるんで、伸ばしてよと曲げてよと構わないですけども、最初に、最初のうちですね、皆さんがマスターするとしたら、できるだけ腕を伸ばしてこういうふうな、ちょっとやってみて。そう、このぐらいにちょっと派手に大げさにちょっと外転がしをちょっとやってみてね。そうするとこれ、友はもうできちゃってますけど、これ多分皆さんやるとなかなか、実感するのは、体が早く動きすぎちゃってボールがなかなかついてこない。これサッカー大学生さんね、ブログの読者になってくれてるんですけども、この方言ってましたけども、体がついてこない、体は早く動きすぎてボールがなかなかついてこない、つまりボールが言うことを聞かなくなっちゃう、体の方が先に動いちゃう、こういう現象は必ず起きます。体幹ひねりを実感するには、この外転がしですね、足裏を使った外転がし、これをちょっと皆さんやってみてください。そうすることによって体幹ひねりがどういう生かし方をされているかっていうのを実感できます。これがまず、もう本当の初歩の初歩なんで、これを繰り返し繰り返しやってみると、意外とこう体幹ひねりって、あ、こんな風に体が動くんだっていうのは実感できます。ちょっとやってみてください。腕を水平にこんなやる感じね。いいよ、じゃあ内転がしから、そうね、腕の重さも使って体幹ひねりもやってますよね。まず上半身が先に動く、で、その上半身が、じゃあ打ち転がしで止まっていった、上半身が先に動く、で、その勢いにつられて、そう、下半身も動く、これが体幹ひねりです。はい。